にゃ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 ー、よいパクン、うまい。我ながらいい出来にゃ。色も香りも完璧。やっぱりミャーはいつも最高の仕事をするにゃ。あとは冷やして形を整えて最後にトッピングをすれば、あんにゃにゃ、なんかいい匂いがするのにゃ。ぎ、面倒なのが来たにゃ。クロエ、したのに厨房で何してるにゃ。しかも変な格好してるにゃ。変とは失礼にゃ。ミャーはこういうのを作るときは形から入るにゃ。形からって何を作って。あ、チョコレートだにゃ。これクロエが作ったのにゃ。もちのろんにゃ。すごいうまそうにゃ。一個もらっちゃうのにゃ。あ、食べない方がいいにゃ。超強力な自白剤入りだから。おいにゃ。あ、危うく食べるとこだったにゃ。なんでそんな危なっかしいもん入れてるのにゃ。ふぅ、これだからアホーにゃはアホだしアーニャなのにゃ。こんなの少し考えればピンとくるのにゃ。まったくピンとこないのにゃ。なんでか教えるにゃ。考える気ゼロだにゃ。まあいいのにゃ。特別にミャーの計画を教えてやりましょい。今はバレンタインとかいうのが流行ってて、みんながチョコを配りまくってるのにゃ。こんな状況ならミャーが少年にチョコをあげてもおかしくないのにゃ。白髪頭にゃ。まあおかしくはないにゃ。でも自白剤入りチョコなんてあげてどうするにゃ。そんなの決まってるのにゃ。少年の恥ずかしい秘密をゲットして黙っておく代わりに、あのプリプリお尻を自由にしてやるのにゃ。自由にって一体何する気にゃ。そんなの決まってるにゃ。見て楽しむのにゃ。そんな何が楽しいのにゃ。楽しいに決まってるにゃ。おみゃはあのお尻の価値を分かってないにゃ。あの少年のお尻は特 A 級、ゆくゆくは重要文化伝部に申請されてもおかしくない一品にゃ。それを鑑賞しながらゆっくりとワインを傾けるひととき、ああ想像しただけでたまらない。本当に何を言っているのかわからないにゃ。触って楽しむのにゃ。と言ってもあまりにひどいことはご法度にゃ。それはお尻道の精神に反するからにゃ。聞いたことない精神なのにゃ。ちょっとツンツンするくらいでいいのにゃ。むしろそれくらいがいいにゃ。極東でいうわびさびの世界にゃ。そんな世界知りたくないのにゃ。とにかくクロエがゲスくて最低な作戦だってことは分かったのにゃ。ふん、何とでも言えばいいわ。私は目的のためなら手段は選ばない女、黒猫。なんでお尻の計画でそんなにカッコつけられるのにゃ。鏡見せてやろうか。貴様の名探偵も似たようなものだぞ。とにかく少年のお尻を我が物に大作戦のことは誰にも言うんじゃないにゃ。心配しなくてもくだらなすぎて誰かに言う気なんて大きいにゃい。はいにゃ。ん、どうかしたのにゃ。な、何をそんなに怯えているのにゃ。
ミャーの後ろに一体何が。あ、シルに見つかったクロエは黙秘権を行使してたけど、自分の自白剤チョコを食べさせられたにゃ。結局全部ゲロってしまい、その後クロエの姿を見た者は誰もいないのにゃ。